こんにちはえっ、ー、と全盲の方がですねまあご夫婦ともに全盲の方が出産子育てをしたらどうなるのかなっていうふうなことを私にちょっと考えたことがなかったんですけども今ねちょっとした記事を読まさせてもらって実際にそういう方がねどうやって子育てをしたのかってことを生々しく書いてあったんですよねもちろん完璧にはできないし困ることもあるまあその中の一つに例えばね うん、おむつのえるタイミングですよねえ通常私たちは、まあ、子供がね、えー、おむつを替えるタイミングっていうのはこう大体こう下半身がグッとね重くなってきたのを見たりとか触ったりとして感じるんですけどもこの全盲の方は匂いで判断したという,ふうに言われてますねで完璧に拭き取ることもできないんでそこはもう割り切って完璧じゃなくてもいいやって感じで考えていったそうですけどもうんまあそれでね 立派にお子さん育てられて今はもうすっかり成人されてるみたいですけどね、まあ、それからねあの寝ている子供を間違って踏まないように本当すり足で部屋の中を進んだりとかね、まあ、全盲でなくてもね子育てっていうのは、まあ、いろんな大変なことがあるわけですけども全盲の方に本当比べるとねああまだまだ全然できることあるなっていうふうに、まあ、思うばかりでございます。で 目の不自由な方がそうやって子育てをしている中で最も困ったのが子供がねこう風邪をひいた時に体温計が読めないっていうことだったらしいんですよ特に今回書かれてたエピソードでは深夜に熱は測かかったんだけども体温計何度か分からないからそのお子さんを抱えたまんまね深夜の夜を歩きスナックにドカーンとね飛び入ってカラオケで盛り上がってるところに どなたか体温計を読んでくれませんかっていうふうに呼びかけたそうなんですよそのぐらい我が子の命を守るっていうのは本当に本気でやっていかないとなっていうふうにね非常に私もこう感銘と言いますかね衝撃を受けたところがありますねいやそこまでの気持ちで私はやっただろうかというふうに思いますねそして自分の子供がどこにいるかを見分けるために子供にね鈴をつけたそうなんですよ シャン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 ってね鈴の音が鳴れば我が子がいるってことが分かるんでそれは歩いてね保育園に行く時までこう続いたみたいですその後も続いたかもしれませんけどもその保育園ではねちょっとした、ね、エピソードがあるんですよそれは我が子には鈴をつけたんだけども他の子もそれを真似してねみんな鈴をつけ出してそうなると保育園に迎えに行った時に どれが我が子か分かんないぐらい向こうからあっちからシャン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 と聞こえてくるってことでしたねはいそしてこうも書いてます保育園の親子イベントで切り絵をした時何もできない母が恥ずかしくて泣いてしまったとお子さんがね小学校に入学して教科書を配られた時にみんなは親に名前を書いてもらうのに一人だけ自分で記名しなければならなかったこと娘さんは親を支える良い子という立場に 葛藤しにに反発するようになった中学に入ると学校を休みがちになり夜遊びや家出を繰り返したとといううことだそうなんですよもちろん娘さんにしても目の不自由なことがどんなに不自由かってことはねそれが我が両親どんなに大変な思いをして自分を育ててくれたのかってことは分かっていたわけなんですけどもでもなんで自分だけこんな目に遭わなくちゃいけないのっていうふうな、うん、まあそういうふうなね 青春のの痛みと言ってもいいのか、その狭間でもがき苦しんで、まあ、夜に飛び出していってしまったってこともこれは無理ないのかなと思います。でご両親はそんな娘を辛抱強く信じ続けたということですね。子供は子供なりに自分で考え座っていくものだというふうに強く思っていたということですけどもこの考え大事ですよね。で目が見えないから できないと感じるんじゃなくて考えるんじゃなくてどうやったらできるようになるかなっていうふうに持っていったそうなんですよその中でも編み物をやってみたいと思った時に編み物の展示の本なんていうのはどこにもなかったわけですよね、まあ、だからそれを作ろうっていうふうに周りの支援者さんたちと考えて試行錯誤の末にそれに成功したとも言われてますだから不自由っていうのは 発明や行動動の母になる動機になななるる機ってことなんですよねで私たちはいつもあれがなきゃできないこれがなきゃできないあれがあればこうなるのにそれがあればこうなるのにっていうふうに結局はできない理由を自分で設定してできなかったことに着地してしまい言い訳を求めて安心してしまうんですけどもでもやらなきゃしょうがないっていうふうな立ち位置に立った時に。 あれがないからできないではなくってあれがないけどどうするこれがないけどどうするっていうふうな考え方に変わっていくんでしょうね、まあ、まだ記事を読んでる途中ですけども、まあ、非常にね、あのー、人間の生きる強い意志をいただいたような気がしますよね、うん、まあ私もね介護士として何度となく目の不自由な方にはお会いしましたけども、うん、やっぱりね一つの 機能が閉じたことによっってて他の機能が超人的な力を出すってことは度々感じました、まあ、よく5体満足で生まれたのにって言いますけどもまさにね5体満足なのになぜねまだ振り切れないのかやり切れないのかってことを考えると自分にもまだまだねやることがあるなって感じるそんなあ今回動画になりましたね皆さんどういうふうにお感じになったでしょうか 一旦以上です。